中央よりやや上が北半球のンタ帯低圧帯。低気圧が次々通過し、雨と晴れが交互に訪れる。ンタ帯低圧帯とは北緯60度、南緯60度付近に形成される、周囲より気圧が低くなっている帯状の地域のことである。高緯度低圧帯とも言う。ハドレー循環によって緯度20度から30度付近に形成される熱帯高気圧は、 暖かい空気、極循環によって両極付近に形成される極高気圧は冷たい空気をそれぞれ持っており、緯度60度付近の地域にはフェレル循環によってそれぞれの高気圧から性質の異なった空気が吹き出される。この空気が衝突する地域では温度差によって低気圧が発生しやすく低圧帯となる。この地域には極付近の寒冷な空気と 温暖な空気との境目にできる、極前線。それに次いで、冷たい空気と温暖な空気との境目にできる、寒帯前線。温暖で、湿った空気と温暖で乾いた空気との境目にできる、亜熱帯前線などが低気圧と共に現れ、地域によっては大雪、大雨、長雨などの様々な気象をもたらす。山脈に遮られて湿潤な空気が届かないモンゴルや、中央、 アジアなどを除けば、アカンタイ高圧帯の地域は、全体的に冷涼湿潤な気候である。大河が広がるシベリアやカナダなどがその、典型的な例である。北東アジアアリューシャン列島南方にかけてのアリューシャン低気圧、アイスランド付近のアイスランド低気圧は、低気圧の墓場と呼ばれ、陶器は低気圧の上昇地域となり、荒れた天候が続く。 また、南極海でも緯度が高くなるほど海が荒れ、吠える40度、狂う50度、絶叫する60度などと呼ばれている。亜寒大低圧帯となる地域を見ると、偏西風と北、大西洋海流の影響で、ヨーロッパの広い範囲で西岸海洋性気候となる。また、東ヨーロッパから西シベリア、北海道、カムチャツカ半島、カナダやアメリカ北部にかけて、 赤ん帯湿順気候となる。季節風の影響で、シベリア東部は赤ん帯等気象雨気候。日本の太平洋側や河中では夏に降水が多い温暖湿順気候。日本の日本海側では冬の降水が多い温暖湿順気候となる。もっとも一年中常に低圧部になっているというわけではなく、年間平均で見ると現れてくる低圧部である。ありがとうございます。